ス公式チャンネル、はい、今日から始まる三原和明のカズ散歩、カズ散歩、カズ散歩、どうぞ三原選手、はい、どうぞお願いします。記念すべき第1回カズ散歩始まります。道頓堀プロレスの三原和明です。そして、道頓堀プロレス のマネージャーの近藤哲夫またの名を総合格闘家の武島さです。武島さ選手、これからこの2人で、はい、いろいろ練り歩いて散歩しています。ゆるくいきますので、本当にゆるい感じなので、はい、気楽に見てください。はい、まずは今日、ここはどこ、坂町、そうですね、あよい橋商店街、商店街、はい、元大阪プロレスがそこにありました。そこに、はい、で行くところはどこですか。チャンピオン記念すべき第1回目の第1件目、我が道頓堀プロレスのリンゴアナウンサーのマグのマグさんのマグさんのお店にお邪魔したいと思います。はい、行きましょう。では行きましょう。あ、そして撮影はジロックさんです。一丁羅のジロックさんです。はい、では行きましょう。はい、商店街からもう分かる人いると思うんですけど、はい、ちょっと一本入ってもらって、思いつきなんで、これは、はい、この辺は変身歩いてる感じもなんか散歩っぽく、そうですね。この野生馬団子、ここは昔からね、あるある、あ、昔は大阪プロレス、ああ、小峠、あ、そう、そこのぼっちも行ったことない。ポスターこれマグさんが、ね、貼ってくれてるよね。はい、はい、マグさんのお店がこの坂町ファイブです。見えない。上にあるんですか。はい、看板が5階話ラストマグナの僕とヨタ話、ヨタ話、はい、ここに行きます。はい、はい、到着しました5階、はい、5階のヨタ話奥ですね、はい、突き当たりです。もうちゃんとポスター、はい、貼っていただいて、4月の大会もあって、おともりの半年分ですね、ポスターそうですね、6月まで、はい、大見田淳さん、4月5日、はい、始まり組み先端です。ではでは行きましょう、行きましょう。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは、どうも、今日は三個取りが泣いてるから、おられるよ、いやいやもうウイルスのせいで人けえへんねん、お前なんか、はい、どうぞどうぞ、いつもお世話になっております。高いちゃうぞ、高いですね、めっちゃ高い、めっちゃ高いよ。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。何もなく、そうですね、普段通りの普段通りの飲み会をしましょう。何しましょう。よいしょ、ジャックソーダ、ジャックソーダ、ハイボールで、ハイボール、はい、お父さん、なんか、ハイボール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 、カムでいいよ。はい、大丈夫です。そもそも、このカズさんのことの発端を、うん、なんかあれしますね。元の方ってもなんもないですけど、ね、あのまあ僕が思いつきで、なんか今やっぱり SNS やっぱり結構重要なん でそこでなんかできたらなと思って思いつきで近藤さんにね、そうそうそう、やってる時にそう、あんま覚えてないです、はい、嘘、ちゃんと覚えてます。そうなんです、それでですね、はい、本田さんも結構持っていただいて、ノリノリでやってたんで、はい、やりましょう、はい、それね。で第1回はもうどうしても僕たちのね、アニメ君のそうですね、まだ来ないことにね、はい、後で何言われるかわからんじゃない。いやね、そんなことじゃない、そんなこと言えへんいやまあでもうちなんとこ先やったらちょっとムカッと思って山頂通るのが先やったら嫌やな、ね、年功序列年功序列ですよね。あの辺は執着点です。最後終わりだけ。やっぱりあの YouTube にあれなんで、そう
ベロベロっていう状態を流していいのかどうなのかっていうのもありますよね。巻き的な巻き的なコードの曲があるから、ああいう名前そうですね、そうですね、ハードですもんね、あれらは。そうですね、僕の中であのの、まあ、飲みに行くのもあれなんですけど、やっぱり普通に飯食いに行ったりとかちょっと遊んだりとかするのもありかな。そうだよね、はい、うん、そうそう、飲みだけじゃ昼間から、ね、そうです、はい、うん、昼間食べに行ったりとか、ボーリング、あ、いいですね、終わり名古屋からあのあボーリング状況を読んで、ボーリングを、はい、高井選手、高井選手あの閉園間近の三崎公園に行くってのはどうですか。あ、いいっすね。まだ今コロナで閉まってますけどね。いつまでですか三崎公園は。3月15日とか言ってたんですけど。え、そうなんですか。ところがあの多分、はい、あ、今閉まってる、まあ延長中やと思うんですけど、これ延長したら3月いっぱいで閉めるって書いて、閉園って書いてあったから、このまま何もなく閉園してしまうのはちょっと悲しすぎるんじゃないかと。そうですよね、うん、マグさんの店はちょっとお酒が濃いかって酔いますよ。すみません。いやいや、酒好きが強いですからね。どうしても薄くできないんですよね、これ。いいことですよね。はい、原価がある。原価高いんですよ。はい、どうぞ。はい、はい、どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。第1回、カズさんと第16さんもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。マグナムさん、料理も作られてるんですよね。あ、知ってますよ、自分で。いや、これすごいですよね。毎回おかわりするんで。飲食業界にいた期間も長かったですもんね。長かったですね。あ、そうなんですか。あと、まあ、ほら、あの、なんていうの、紐が長いから。紐生活。紐生活ね。マグナムさんは、実は AV 男優時代っていうのは、あ、はい、意外と短い。あ、そうなんですか。そうですよね。そうです。5年ですの現役。そうなんです。長いで結構長かったのが売れない漫才師時代。やはり売れない漫才師時代なんですよ。売れない漫才師時代が長くて。売れない。俺もテレビで見たことないよ。でもテレビなんか数回しかないもん。なんかね、なんかあのたけしさんの何でしたっけ？風雲たけし城。いや、あ、違う。お笑いウルトラクイズ。お笑いウルトラクイズ。あれにもうチラッと映ってます。すごいですね。チラッと映ってます。その相方さんとかは何されてるんですか今。相方はね、あの、まあ、幸せになりたいって言ってやめて、うん、嫁と子供を食わすために働き出した飲食店で出世していくんですよ。あ、じゃあ今そうやって成功されてるんですよね。確かに成功しますよ。あ、すごいですね。あ、これちょっと。それは紹介しました。これは、ね、あ、それはあの切り干し大根。切り干し大根ですね。切り干し大根。はい。はい、ちゃんと。この方はあのパプリカとベーコンのマリネ。マリネ。これマリネですね。はい。入れ方雑やけどね。毎回めちゃめちゃ美味しい。美味しいですね。おかわりするんですぐ。今日お酒かけるんで。そうですね。結局思うツボ。ね。そうですね。ね、マグナムさんの話変わる、あのまた戻るけど、はい、だけどその後あの飲食生活も長いですよね。飲食長いです ね、はい、行きましたよね、なんかあの焼きそば、焼きそばとか、あ、競馬場の裏の焼きそば屋さんでね。だってこの写真のね、三杯焼きそば、何は焼きそばですよ、塩焼きそば、はい、で写真整理してたら、うん、あのそこに今をときめくアスカも来てるんですよ。ダブルダブルの、ああ、あのね、来られてるポスター持って焼きそば一人前食べて、お願いしますって来てたんが、もう今はときめくやね、もう、そうですよ、スーパースターですよ、スーパースターですよと思ったら選手力も来てたという。選手さんは今ね、応援されてるんですよね。どうですね。僕も一回だけ行ったことあるんですよ、ママさんに焼きそば。焼きそば。はい。あの、あの南にいた時です。うん、はい。一回だけ覚えてます。美味しかったですね。結構うまかったね。ここはもう何年ですか。日生は今度の8月で丸4年ですね。4年ですか。はい、今3年半ぐらいですか。うん、早いですね。早いよ。あ、もう3年半。3年半。ああ、早い。周年やでね。周年や、誕生日で運動でしたけど、だんだん体になってきたけど。はい。は
でも僕ももう3杯目でございます。はい、もうね、だいぶ飲みすぎて、いらんこと言いすぎて、使えないとこばっかり。使えないとこばっかりして、申し訳ない。しょうがないですよね。はい、まあ最後、はい、ね、どうしよう、せっかくなんで、ポスターたくさんあるね。数散歩の、まあ、ね、恒例にしてこう締めの締めは大会の告知をしていきたいと思います。大会の告知を、はい、まずいいですか、僕からで。はい、はい、まず一番近い大会の告知こちらですね。道頓堀プロレス4月5日です。はい、はい、4月5日の日曜日、西成区民センターで、お昼の1時から、はい、はい、あります。なんと大仁田敦史選手が参戦されます。お、はい、この日 の、 あの試合数も試合人数も盛りだくさんなんで、そうですね、ちょっとビッグマッチ、はい、だいぶビッグマッチ、だいぶビッグマッチ、はい、ぜひ見に来てください。近所にね、友達がね、あのタイカレーの店やってます、ね、タイカレー、はい、いいですね。試合終わった後はタイカレーね、はい、行きましょう。そして、道頓堀プロレスからの告知、もう一点、この半年間の半年分のポスターがあります。1月から、まあ、終わったところもあるんですけども、まあ、4月、5月、6月と半年分の大会の告知がありますんで、こちらもぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。今このね、コロナでいろんな大変な時期ではございますが、元気やったよね、はい、負けないように僕らもリング上で戦いますんで、はい、ぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。そして武島選手から、はい、私のちょっと道頓堀プロレスはちょっと無関係なのですが、はい、総合格闘家武島さん、4月のこれいつだ、18日土曜日、東京オージーベースメンベースなんだったっけ、これモンスベースベースメントモンスター、モンスター、はい、でベースメント、はい、そうですね、そう、あのタババ選手と、はい、タババ高博選手と、はい、あのメインでグラップリングの試合を行います。何時からですか、これは。これはね、昼大会ですね、12時15分。はい、で、うちの土曜の昼からですか。はい、そうです、土曜の昼からですね。で、大阪からはジール、チームメイトのジール、ジールさん、徳間さん、お、徳さん、はい、そして今一緒にアマレスの練習をしている下岡というのが行きます。4対4の大阪対東京の対抗戦です。はい、トリは私がきっちりタババを決めてやります。じゃあよろしくお願いいたします。はい、はい、そして、はい、ヨタ話の、はい、マグドさんから、お兄さんから、今日はなんか、はい、うちの店もなんかせなあかんって言うんで、そうですね、YouTube を見たよと、言うて初めて来た人に限り、チャージが1000円かかるんですが、チャージなしにします。おお、はい、お、これはどのぐらいしましょう。1年ぐらいやりましょうか。あ、期限1年、1年ぐらいやるか、期限あった方がいいですね、ある程度ね。そうですよね、1年長いですか、半分ぐらい。あ、でもまあいいんじゃないですか。あ、あのうちはね、8月8日が周年なんですよ。じゃあ周年まで、周年まで、いいです。8月9日が周年ですから、周年まで、はそれでいきます。チャージなしで、なしで、あの初めて来た人よ、いつも来てる人はダメよ。それ周年の前日ですか、当日ですか、どうでもいいけど。前日ですね。前日、なだから8月7日までにしましょうかね。はい、7日まで、7日まで、8日絶対うち休みなんで。なるほど、はい、奥さん誕生日なんで。ああ、それは出し、奥さん公開してるんですか。顔は出しませんよ。あ、はい、あ、もう結婚してる。あ、そうか、結婚してることは、結婚したじゃないですか、だって。いや、したしてるけど、はい、あの公にしてるのかな。だってニュースになりましたよ、だって。あ、そうか、あ、なりましたね。なりましたよ、ヤフーニュース載ってんのだって。マグナム北斗が結婚、そう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 、あのなのに結婚式の日に工業を忘れて入れてたとね。よう言う、あ、そうや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 、ね、ほんなら先週誰も来えへんで、ね、これやりゃこっちやって一日ずらして。そうです、そうです、あれちゃんとずらしますね、ずらして。で、次の年ですよ。そうです、結婚1年目、はい、結婚記念日、試合入れてやめてやめてやいいけどね、面白いからいいけど。あ、奥さんもね、お店を北新地で、今、北新地やってますされてるんでね、そこもまた、かず散歩とか、ね、はい、あ、ぜひ行きましょう。ぜひ、はい、ぜひね。ということで、はい、記念すべき第1回のかず散歩、はい、なんか締めの挨拶、定番的なやつを入れましょう。なんかいつものやつ、いつものやつは思うんですけど、僕も恥ずかしい。とか、いやいや、それはちょっとあれ。
あれ誰がやり始めたの？オリビアでいいですか？いや僕ですね。あれ微妙し、微妙しないやつだね。いいでいいです。じゃあ、あのもうホナーみたいな感じでいきます。はい、終わるか。ホナー、はい、ホナー終わるか、いいですね。ホナー終わるか。はい。ではこれにて第1回カズ散歩ありがとうございました。ぜひとも道頓堀プロレスオフィシャルチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。カズ散歩これからもあののほほんとやっていきますんで、はい、こんな感じで、はい、ではありがとうございました。はい、ほな終わるか、はい、終わるか。